しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。この高さに決まれば安心ですよね。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。2対2、ベイスターズ同点に追いつきました。9回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号19、山崎が2番手としてコールされています。この同点の場面で登板ということになりました。さあ赤星さん、この攻撃に期待したいですね。先頭バッターの仕事が大事になりますね。そうですね、出塁できるか注目です。抑えの効いたいいボールですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。148キロ。ここはストライクゾーン内のボールは積極的。いったー、文句だー、入ったー、さよなら岡本、これぞ4番の一振り、さよならホームラン。試合を決める劇的な一発となりました。今歓喜のホームイン。なんという劇的な幕切れ。4番の仕事を見事に果たしてくれました。ホームベース上でもみくちゃです。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしいバッティングでしたね。大変な盛り上がり、湧き上がっています。勝ったジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。お確かめの